こんにちは。アマゾンサポーター堀秀です。今日は年収1000万円達成しましたというね、会員さんからの売上報告、こちらをご紹介します。今年は目標を会社勤めの年収プラスアマゾンの売上で1000万円としていました。ホリデーシーズンに入り達成しました。500ドル近く売れた日もありました。在庫切れも多数出ました。来年は今年の経験をもとに在庫補充と新規商品を増やすことを目標にしたいと思います。というね、目標を達成しましたというご報告いただきました。これね、本業と Amazon の売上で1000万円の売上と、ね、収入と、なかなか面白い目標設定だなと思いました。いくら稼ごうといった時にね、やっぱ年収何百万、1000万乗りたいなとかね、月100万稼ぎたいなというね、設定をしてなかなか今まで稼いだことのない金額だと超えられないんですけど、逆にこれ1000万円をとりあえず超えようと、ね、売上と本業で超えようと。こうなるとね、1000万達成できたということでね、月に割れば80万強、だったら100万ぐらいも、ね、収入でいけるかなとか、いう形でね、目標を達成しやすくなるんで、利益も増やしやすくなるんでね、なかなかいい目標設定だなと思いました。ホリデーシーズンね、本番は4日後ですけど、もうね、在庫切れも出てきてるということで、やっぱりね、初めてホリデーシーズン迎える会員さんっていうのは、ほぼほぼ在庫切れましたということをおっしゃってます。これをもとにまた来年も頑張って、売上ね、また在庫切れを起こさないように、どんどん補充して、売って利益と伸ばしていっていただければと思います。また、ね、他の会員さんもご質問、ご報告お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。